僕は日本とアフリカなど世界中の子どもたちを インターネット中継でつないでいます。今まで22カ国1万5000人以上の子どもたちにダンスを教えて、そのうち3000人以上の子どもたちをつないできました。なかなか想像がつかないと思うので、まずは写真を見ていただければと思います。日本とアフリカの子どもをつなぐことが多いのですが、ベトナムやカンボジアなどアジアの国々の子どもたちもつないでいます。一緒にダンスを踊ることで国や文化や言語の違いを超えてとっても仲良くなるんで、みんな楽しそうですよね。僕が今日皆さんにお伝えしたいメッセージは一つだけです。やりたいことを口に出そうということです。そんなの恥ずかしいとか、口に出したところで何が変わるんだという人もいるかもしれません。やりたいことを口に出したら僕の人生は大きく変わりました。今日はそんなお話をしたいと思います。これは小学生時代、高校生時代、大学生時代の僕の写真です。変化がありますかね。今は全国海外を飛び回っているので活動的な人だと思われることが多いのですが、もともとは行動力がなかったし、やりたいことに全然チャレンジできない人でした。自分に自信がなかったし、コンプレックスだらけだったんです。だからこの写真に写ってる頃の僕たちはすごい内気な頃の僕です。もともと兄と比較してずっと劣等感を抱えていました。僕は兄より成績も低かったし、兄が通っていた学校にも落ちて通えなかったし、スポーツもダメでした。ダンスも兄の影響で始めました。兄がやっていたからかっこいいなと思って、僕も高校生の時に、大学に入ってもダンス漬けの毎日、熱中するものがあっても相変わらず自分に自信はありませんでした。周りとの人間関係、高校生の時にいじめられていた経験から周りの人を全然信用することができませんでした。人と接するのが本当に怖かったんです。ただ毎日同じ場所でダンスの練習をしていくうちに、騙されてもいいからもっと仲良くなりたいな、そんな気持ちが芽生えてきて、また大学の先輩の紹介もあってキッズダンス教室でダンスの講師もしました。とっても楽しかったです。そんなダンス漬けの大学生活を送っていました。そんな大学生活だったんですが、漠然とした夢も持っていました。世界一周がしたかったんです。広い世界を見てみたいな、何か大きなことをしたい、そんな風に思って世界一周に憧れていたんですが、大学生の時は行けませんでした。僕が世界一周なんて無理だっていう風に思っていた理由は3つあります。英語ができないと思っていたこと、大学の学年で僕はビリの成績でした。本当に英語ができなかったんです。英語はとにかく怖くって、海外の人とコミュニケーション取るなんて無理だ、そんな風に思ってました。そして2つ目はお腹が弱いこと。本当にお腹弱いんですけど、お腹が弱い僕が海外の過酷な環境で過ごすなんてできない、そんな風に思ってました。そして3つ目は海外が怖い、海外行くの怖いな、そんな風に思ってました。もともと何か新しいことにチャレンジをしたことがなかった僕は、そもそも何か新しいことに挑戦すること自体に恐怖を感じていました。そんな僕は B、 世界一周に憧れてたけど行けず、留学にも憧れてた、大学生活をそのまま終えて会社に就職し働き始めました。会社員になってこう社会人として働き始めてからも、学生時代の時にダンスを教えていた生徒や、またダンスを教えてください、 FBI オープンアップ、忙しいのでできません。